おっとこれはスイッチが入ってる、危ない、スイッチが入ってる、危ない。洲本がバットの餌食。のね、その中にキラキラを入れるんですよね。出ましたね。飛びすぎ、飛びすぎました今。飛びすぎ。ちょうど膝のあたりが、プライムの顔面を捉えたような形になりました。ワンステップでのトップロープのダイビングボディアタック。ものすごい出来。だけど血がまぐしくなってきた。だんだん。はい。さあここでですね、大田区体育館での過去に日本女子プロレスのですね、いつから名勝負がありました。そして今日は名勝負が生まれました。しかしこのモンスターリッパーのアタックブルー飛ばされました。しかし踏ん張ってほしい。ラリアートをかわして、ムンちゃんが出た。ブルーながらモンスターリッパーをロープへ飛ばして、さあムンちゃんです。さあモンスターアタック返してヌンチャクです。あぶなー、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 わー、ヘッドホン。
コーチみたいな、いや戦いながらね教えるっていうか、これですよね。いきなりガッツむき出しにして強引な選手ね、はい、6人タッグを戦う時っていうのは、はい、チームのことを考えるのに、それでもやっぱり自分が自分はこういうことやってやろうって考えちゃうんですか。やっぱねえ、チームワークとかで勝ちたいんですけど、やっぱりどっかで自分のいいところを、はい、そりゃそうですよね。そもそもナックルを使ってるということです、はい、ナックルに関しては。そうですね、お互いに、はい、まあ、アクとか仕掛けて、ヨシコがそれに応えたという感じですね。はい、あで、この馬の上になって、はい、パンチ味の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 、まあ、先にやられてますからね、ヨシコの方はね、はい、バンバン落ち着いて、やらしとけ、やらしとけ、やらしとけ、いいよ、自分のペースで返せばいいから。さあ、ここで多分、まあ、今画面が映りましたが、はい、まあ、アクト選手の鼻から出血が見られるために、はい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 、和田君ヒロミが一旦ブレイクさせます。はい、あ、さっきの殴り合いの時に、はい、まあ、多分鼻が、折れたっていうあれですかね。チェックに入ります。大丈夫か、大丈夫か、止めるか。今、和田君ヒロミがアクト選手に続行の意思があるかどうかチェックしました。はい、ヒロシコにグーでは拳で殴るんだよっていうことを言ってますね。まあ、でもお互い拳で殴ってますからね。そうですね、たまたまヨシコは鼻が折れなかっただけなんで。はい、ああなるほど。はい、まあ、仕掛けていって、
クロワだ。よっしゃクロワだ。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 そんな期待しますけれども、おあっとちょっとこれは崩れたか、バックフリップのような形であれはプラム選手を返していきたい、ね、おっとこれは連携のイザジュンですね、あの今のカニバサミからっていうすごく得意にしてますから、はい、まさにサンボテクニックでありますけれども、飛びつきの膝十字、しかしちょっとポジショニングが悪かったか、あの今みたく、あの相手の体をポンポンと叩くとリングスとかでは、あの私参りましたっていう一応言うんですよね、そうですよね、ギブアップの表示になってる、トヨタはバカ野郎って飛びつかないと思うんですよおっとまた複雑に足を畳んでいきましたけども、あと選手の場合は多少かっこ悪くてもいいからもう掴んどくとか、そういうことじゃないですか、いやこれは裏四センチのような形に畳んでますけれども、どういう過密攻撃のやり返しましたけどもね、プラム、ご覧のように足が複雑に絡んでおります、そのあたりのチャンボの関節技、ちょっ
トヨタのペースを目指すには、かっこ悪い形にしてやることじゃないですか。かっこ悪い形、彼の、彼女のプライドを、ずたずたに傷つけるような。でも、ずっとまたボコスコにされますからね。See who is the tougher of these two women. Referee letting them continue to battle here on the floor. Hamada, maybe. Looking to get back together here. She's on the receiving end of a lot of punishment from Mercedes. Ayako, Naomi, Kurihara earned the Shimmer Tag Team Championship. They were the first tag team to defend the titles overseas, defending them on a show promoted by the Joshi for Hope organization. It was against the 3S duo. 毒素の多いアジャコング選手、どうですか？感じは何全中の中で一番毒素が多いってどういうことそれ。いやもう毒素の塊みたいな感じ。うるさいよ、何にもできないと思ってこの畜生しかないんですよね。そうですよね。逆に考えるとやはり遺恨をずっと引きずってしまうとしかさ、あ、なんでしょう、あっとバイソンが最上段絡めてっぺんですよ。これはヘッドバックですよ。ダイビングヘッドバック、そしてアジャも乗っかってます。アジャは何をしようとしてるか、絡めてっぺん、これ何メートルありますか。それ3メートルありますかね。そんなもんでしょうね。ああ怖い、見てる私。ああ、うわ、決まった。うわ、お腹危ない。そしてお互い数え切れないほどの必殺技を持っている。ああ、ライアガードリバー、久しぶりに完全機。あー、でもカバーできない、ホールに行けない、ホールに行けない。ああ、このまんまホールの対戦に持っていければね、井上京子タイトル奪取かというシーンだったんですけれども、さあカウント。ちょっと時間がかかっちゃったね。これで決まらないんじゃちょっとっていう。京子もね、厳しいですよ。おっと、今度は何ですか、何ですか。足を固めて、フェイスロックなんですか、何なんですか。フェイスロック、ああ、あ、フェイスロック、え、ああ、あら、今さんの昔、アジャの受けたことあるんですよ。アジャの受けた、なんかピンとこないですね。やっぱすごいですよ、でも思い出す。これだとバットかなんかの受ければグランドスラム達成ですね。さあ、これも堀田の得意技、顔面を強打。どうすんの、どうすんだよ、怖くねんじゃねえぞ。もう本当、あと10日に来る。この大一番の前にルール無用のデスマッチ。ああ、ようやく何か放送席らしくなってまいりました。この辺りも、椅子がようやく放送席らしくなってましたが、見える技は食らないですね。ですね。ええ、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 おっと、離しません。イーグル離さない。あっと、アジャを倒した。イーグル選手もなんかレスラーとしての毒を持ったんですね。今度はアジャのドロップキック。僕とまた血が出てますね。ドライバー、おっと、北斗選手の前回の怪我のところがまた開いてますね。そうですね、同じ傷、傷が開いちゃったんでしょうね。完全に入った、
中央だったんですかね。ありますよね。いやしかしもう一回来ますか。あとはこれはこちらの軸伝か。藤原軸伝のこれか。これは足取り、危ない、決まった、決まりましたか。自分の生きる哲学なんだということを彼女は切々と語ってくれました。はい、まあ、先ほどですね、山本代表がですね、はい、JRP はファンと一緒に、ある団体だというふうに言ったんですけれども、はい、まさしくですね、北斗選手は、まあ、そういう部分がですね、なんとなくやっぱり気に入らない部分があると思うんですよね。はい、まあ、ファンと一緒というのは、まあまあ、もちろんそれはファンあってのプロレス団体ですからそれは構わないんですけれども、はい、やっぱり最終的に戦うのはレスラー個人であって、なんていうんですかね、そういうレスラー、JRP のレスラーは、まあ、割と一丸というか一団結のムードは強いですよね。はい、まあ、その上にファンも、まあ、乗っかっていると、まあ、そういう意味でそのみんな一緒というですね、はい、なんかそういう割と北斗選手に言わせるとそこが、まあ、ぬるま湯といったら失礼になりますけれども、はい、そういったなんていうんですかね、優しい部分が感じられて北斗選手はやっぱり生理的に嫌なんじゃないですかね。なるほど、まあそういったいわゆるデンジャラスな北斗イズムを果たしてこのピュアハートの尾崎真由美が、そして JWP というマット団体自体がどう受け、strikes here from Martinez. Amada staying on her feet though and firing right back. Just exchanging forearms here now. Ooh, solid shot! Takes Mercedes down to her knees, but she's right back up and firing away.
backing up your words about just how they're two of the hardest strikers on the roster. And we kind of figured it would come down to this. Tempers flaring. しました。危ない。だがものすごい音が鳴ったあの垂直落下式ブレーンバスター、どれほどのダメージとなっているか。そのまま畳みかけるバックドロップ。戻って早々休む間も与えません。アジャコング、これも志田選手、はい、序盤の足攻め、そしてもう大技へとこう切り返してきましたね。そうですね。またもここでリング中央、松坂さんの志田ひかるポールに入ってカウントは2。だが苦しい表
チャレンジャーここで一歩間ではなく姉妹が手にした、ご覧ください、このアジャの表情。ここでさあ膝への攻撃、姉妹を一振り蹴り上げていく、徐々に追い込んでまいります。アジャコンヌ、さあ底知れぬ力を持っています。そして先ほどかわされましたが、コーナー最上段には上がれない、阻止しています。そのままバックドロップ放り投げていきました。苦しい声を発しています、チャンピオン。Kick from Hamada! Both women exhausted!